はい、分娩舎空っぽ計画、そのいくつだかよく覚えてない。で、このようにこれガスの暖房機、こちらに全部まとめて洗ってあります。こっちもあれ、とりあえずこれを出して、その後にこの、仕切りになってる板、これもいらないので外に撤去します。それからの方が今度は柵のバラしとかするのに楽かと思って、とりあえず、持ち出します。どこ置こうかな。餌箱の上か。餌箱に溜まった水とかを出してたやつ、これはまだこの間洗った水が入ってるんで、この辺に置いておきます。よし、座る。これ出す。何回上げ下げしてんだろう。重たい。よし、2枚にしよう。やっぱり3は無理だ。これはね、端っこなんです。でかい。うん。これは1枚でしか持っていけない。よっしゃ、最後。うん。
はい、仕切り板が全部外れました。次からは、こういうネジ、ネジのバラしをしてきます。何にしてもこの30の倍数、部屋が30なんで、今の板も30枚で、両脇が1個ずつ余分だったんで32枚で、これから壊すこういう、金の部品なんかも全部30、外したら外したで30を全部外に出さなきゃいけない。でこの脇の柵なんかは、倍あるんで60です。まだまだ先は長いです。はい、今日はこの辺でやめましょう。終わります。